ちゃう、あっちゃんです。ちょっと今日ね、病院行くねん。朝からね、薬もらいに行くんだけど、ね、バタバタしとったらね、朝ごはん食べられへんかって。で、軽くね、ちょっとトマトジュースを飲んでいきます。トマト酢に、リンゴ酢にトマトジュースを入れて。では、いただきます。うん、美味しい。何か体に入れるってすごい大事やねん、朝から。で、これだけだったらあんからね、なんかまた。あ、いかんとね。これだけじゃ足らんから。とね、これいきます。マルチエネルギーゼリー。これ飲みながらいきたいと思います。はい、車の中に移動しました。ということで、これを飲みながらね、病院行きたいと思います。朝ごはん食べる間がないのよ。なかったも何かね、やっぱり、口から入れるっていうことがすごい大事なんでね、朝ごはんは必ず取りましょう。はい、あ、リンゴ味や。美味しい。甘いね、でも。これはね、マルチエネルギー、160kcal、ビタミン B1、B2、B6、配合、アミノ酸 1500mg、うん、これね、うん、こういうのね、風邪ひいた時とか、ちょっと朝食べられへん時とか、子供とかに便利やから、買い置きしといたりね、こんなん賞味期限結構長いね。1年とかも持っちゃうかな、これ。多分去年買うたもんだけど、2020年の夏ぐらいまで持つやつでね。だから、こういうのを、なんていうかな、買い置きしといたら、朝からね、子供が、食べられへん時とか、熱出しちゃって、ちょっとなんか、栄養取らさなあかん時って、ゼリーなんかで食べやすいし、うん、これ買い置きしちゃうの。子供が、ちょっとしんどいなって時に食べさせとくねんけどね。もちろん、風邪ひいて、もうガンガンに、しんどい時の方もポカリとかしか受け付けへんかったりするんだけど、だからポカリも買い置きしといたらいいねんけどね、なかなかポカリ買い置きできへんでしょ。水と塩と砂糖でええねん、そんな。あんちゃんね、ポカリ夏に、そこにアミノ酸ちゃうわ、クエン酸入れたい。だからクエン酸の粉買っとくでしょ。で、水に体液よりちょっと薄いぐらい、2% やったっけな、塩入れて、で、砂糖をね、何個入れたかな、5g やったか、15g やったかな、さじ1やったか、2やったか、まあまあ砂糖多いめ、結構砂糖多いめ、砂糖がね、多いと、塩分吸収するんやって、体がね。だから、で、そこにクエン酸ちょっと入れたら、まあ、クエン酸なかったら、リンゴ酢でもいいと思うんだけど、そんなんちょっと入れて、まあ、入れやんでもいいよ、塩と砂糖だけでいいんだけど、クエン酸入れた方がいいから、したらね、子供がね、それなんだろう、要は蛍光補水液、ね、味自体ピョカリほど美味しくないよ、うん、美味しくはないけど吸収できるから。今日も病院、あんま遅くなった家やな。お腹自体膨らまへんか、満足感はないよ、これ。今日最後の方吸いにくいな。
就職に出るやん。さっきうちの前に乗ったら通ったのに早いな。ごちそうさまでした。なあちゃんの朝ごはんね、アミノなんとかゼリーゼリーでした。このままで病院まで行きましょう。ご飯食べる余裕もなかったっちゅうね。まあね、食べる余裕がなくてもね、なんか食べるってすごい大事なんで、食べましょうね。2度。最近寝不足続いてるからな。明日土曜日ですね。いっぱい寝よう。かっこいいな。マスターフォーがかっこいいだったな。紹介しました。
つもね、行き道をどっから行ったらいいかいなって迷うね。眠たいわ。髪の毛のさ、洗って乾かすの忘れて、でもくしゃくしゃよ。もう戻らへんねん。
食べるかな。僕はこの辺で食べるかな。病院してね。病院遅なったら、病院が遅なったらあれし。病院が早終わりやったら帰ってもいいし。しんどい、しんどいというか眠たいというのか。楽しかったわ、ほんまに。全力で試すみたいな。楽しみすぎたからあれかな、眠たいのかな。ほんま良かったな。やっぱりカラオケオフ会っていいよね。時間長い分みんなといろいろ喋られるし、みんな仲良くなってくれるしね。病院の待ちで寝たろ。今日もいいかな。あ、バレない。車がまあまあ止まってるな。昼過ぎ、日が、うわ、これやっぱりな、インフルとかあるんちゃうかな。子供とかインフルもらって、こういう時病院行きたくないよな。ないけども薬もらわ死んでもしな、やばいな。時間ずらそう、まだ受け付けちゃうから時間ずらそう。
工事中か。極小無線です先、耳鼻科行こうか。耳鼻科とね、別やね。今薬切れてるからな。ありがとうございますね。先生が入り口の子だったのか。リッキーは2900円。この名星もいいねけどな。楽やな。行ってきます。